いや、最近めちゃくちゃ暑くない？いや、めっちゃ暑いよね。え、ちょっと待って。8月1日より公式アンバサダーカラフルピーチ考案の新モード監獄かくれんぼが登場。ということで、8月1日より脱獄高校プロ新シーズンと同時に、新モードも来ちゃいます。イエーイ！めっちゃすごない？いきなり来たよ。 この動画が何時に投稿されてるかちょっとわかんないですけど、今日この動画投稿されてる本日ですね、夕方4時、急に来ました。予告なし、なんか新モード開発中とかね、なんかあるかと思いきや、いきなり、来週の8月1日より、新モード来ます。いや、すごいね。いきなりすぎてびっくりしたわ。ということで、急遽ね、この動画作ってるんですけども、今回はこちらの新モードについて、UUUM の公式サイトを見ながら解説していきたいと思います。ってことでやっていきましょう。 Let's go。 さあ、ということで、ちょっとサイトをね、見ながら説明していきたいと思います。まずこちら、脱獄おっこプロ公式アンバサダーであるカラフルピーチ考案の新たなゲームモードです。参加プレイヤーは全員4名となっており、看守側、看守1名と囚人側が3名に分かれており、制限時間7分の間、監獄かくれんぼ専用マップで戦います。ということで、人狼市民みたいな感じだね。メンバー的にはやっぱ脱獄ごっこと似てるんですが、マップが監獄かくれんぼ専用マップということで、新しい新マップがね、来て、それで遊べるということですね。めちゃくちゃ楽しみだ。さあ、そして看守側が1名だ。これが人狼だね。で、囚人側が3名ということで、人狼市民と同じ人数で7分間の間戦うという感じですね。結構やっぱり、初めての人でも分かりやすいようなルールになってるっぽくて、まず、看守側ですね、人狼側、追いかける側が、勝利条件、完封勝利条件があります。で、これが制限時間終了までに囚人の脱獄を阻止する、もしくは制限時間の間に囚人3名を全員ダウンさせれば、完封勝利です。で、また、勝利条件もあります。完封じゃなくて勝利ですね。完全な勝利と軽い勝利みたいなのがあるっぽくて、勝利の方が囚人側2名の脱獄を阻止する。だから1人脱獄されても一応勝利にはなるっぽいです。はい。そして、囚人側、逃げる側の勝利手順です。こちらがマップにランダムに散らばる宝箱を集め、クラフト台に持っていく。すごい、やっぱなんかカラピチっぽいね。マイクラみたいな感じですね。まずマップにランダムに散らばる宝箱を集め、クラフト台に持って行って、クラフト台で脱出するための鍵を作り出し、鍵を鍵穴に差し込んだら脱獄用のゲートが開く。ゲートから出られたら勝利、脱獄成功ということですね。そして、囚人側の誰か1人でも脱獄に成功すると、他の囚人側も勝利扱いとなります。なるほど。誰か1人ゴールすれば一応勝利扱いにはなるっぽいですね。はい。そして、このモードのポイントみたいなのがありますので、ちょっと説明していきたいと思います。試合中、看守側になったプレイヤーは一定時間で使用可能なサイレンを使うことで囚人たちの居場所を探ることが可能です。一方、囚人側のプレイヤーはサイレンが鳴った場合、サイレンが鳴り止むまでマップ上にあるロッカーに隠れることで看守からの居場所がバレなくなり、隠れることができます。なるほど、いいですね。面白い。これでサイレンでね、居場所を探ることができるけど、ロッカーに隠れちゃえばバレないよということですね。また囚人同士は近くにいると絆パワーが発動し、移動スピードアップ&体力を回復できます。すごい、近くにいるだけで回復ができてしまう。そして移動スピードもアップできちゃうと。いや、すごいね。これはやっぱ近くに行って協力プレイができればめちゃくちゃ楽しそうですね。ただ一緒にいると、そのね、2人とも捕まっちゃうとか3人とも捕まっちゃうみたいな可能性が高まるので、これはちょっと
どういうプレイをしていくかっていう、立ち回りをしていくかっていうのが結構大事なゲームですね。はい。そして、この、新モードに合わせて新しいスキンも登場します。こちらですね、あのキービジュアルのこの最初に映したね、このサムネみたいなやつにも載ってますが、この猫ちゃんね、猫ちゃんがオレンジの服着てますけども、これがなんとカラピチスキンも着てるっていうことで、まず最初、まあ、第1弾みたいな感じかな、囚人ジャパパナオキリピックアップガチャが、この新モード登場と同時に8月1日から、ガチャがスタートします。はい、こちらですね、ドドン、2つとも今映してると思うんですけど、こちらジャパパさんとナオキリさんがこのねオレンジのスーツみたいなのを着てますね。おお、すごい。そしてね、これ一個ポイントがあるんです。なんとこの囚人服のオレンジのね番号が書いてあると思うんですけど、これがなんとそれぞれの誕生日の数字になってるみたいなんですよね。これ気づいちゃいました？これジャパパさんが12月25日なのかな、ちょっと僕詳しくないんで、はっきりとは分かんないんですけど、で直桐さんが10月20日ということで、じゃあ後で調べてみますけども、多分これが誕生日の数字になってると思います。いや、ファンの方ならね一瞬で気づくと思うんですけど、はい、これがね結構こだわっててすごいですよね。ということで、今回はですね、来週8月1日からスタートのカラフルピーチ考案の新モードについて紹介していきました。わかりやすかった方はチャンネル登録高評価よかったらよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。